変なのじゃ、何か用かい。わざわざわかったのだが。お客様って若旦那の居所でも知れたのかい。いや、富江様がお見えになったんだよ。富江様、うん、ほら、お嬢様のいとこ様で好きなるとか好きなるとかいう、ほら、ケトウ人な。ああ、たまたまのお声がいで、そのケトウ人の奥様になりなったっていうお方かい。うん、お嬢様どこに帰ったかな。ここにいればお通りなのだよ。おしげさん、少し話していけ。話しちゃったけど、ご苦労様でございます。ご苦労様。お嬢様、若松から富江様がお見えになりました。まあ、富江さんが。そうかい。それではジュー、後で用水堀を見回っておくれ。え、はい、困りました。博士の仕事を手伝っておやり。でもお嬢様、お客様が。いいんだよ、うちにはたくさん手があるんだから手伝っておいで。シゲボ、嬉しかろ。あれ、リアさん嫌だよ。何が嫌だよだ。お嬢様は意外の二人だから、笛を遊ばしてやるとおっしゃったぞ。まさか。ありがてえお嬢様だな。あのお嬢様のおかげで増光様の小作は幸せ者だって、この金剛金財での評判の通りだよ。お嬢様だよ。お旦那様はあの通り弱ってらっしゃるし、若旦那様は家を出たっきり行方がわかんない。正次郎坊様はまだお小さいだろう。こんなの手一つで何も気の切り回していかっしゃる。今は帽子だけど、昔はで武士の家柄だ。血筋が違うだな。するとスネル殿はその上海とやらへ武器の仕入れに立たれたか。はい、殿様のご用命を受けました。鉄砲大砲は到着いたせば、薩長殿やつばらこの会津には一歩も入れんというわけかな。この奥州は会津藩だけで十分守れると主人は申しておりました。スネル殿の様式調練がお役に立つ時が来たな。富江様、ようこそ。おけい様、ご無沙汰申し上げます。いや、私こそ。ただいまおじ様から伺いましたの。おけい様、大変なお働きだそうです。ああ、いえ、女のことで何にもできませんの。せめて兄がいてくれましたら、秀一郎様のお行方はまだ。はあ、あれ以来何の音沙汰も。それも時勢というものじゃ。日本末の藩祭教順か君側の官を打つか論議がやかましいそうじゃ。若い正一郎がじっとしておられず家を飛び出した気持ちはわかるのじゃが、年を取ると寂しいものでな。いずれの藩で名前は。会津日本松の孔子、松水正左衛門のせがれ正一郎、給与あって国へ立ち戻る途中です。
誰だよ。いい、俺だ。鮫島だ。刀だな。俺があれほど言ったのに、君はやっぱり不気だな。許してくれ。戦争が始まり次第飛び出すつもりだ。上野の将棋隊に切り込むか。それがダメなら、会津を攻めている土佐の軍に加わるために白川まで行く決心だ。そうか。君にもいろいろお世話になった。もし帰ってこなかったら、この王政復古という大事業の捨て石になったと思ってくれ。頼む。今夜のことは誰にも言わんでくれ。先生、この規則は何とこれ。私の部屋もどいで。この規則にいかなる事情があるとも抜刀はならん。お茶使ってはならんとある。君は必要にでも届けたのか。はい。いえ、夜分でございましたので。夜分で行けなければ昼間届けたらいいじゃない。とにかく規則違反だから刀扱っとく。先生、刀だけは。刀だけはなんと。君は武士の魂とでもいいのか。はい。君は英語にかけては私も一目置いているぐらい秀才だが、どうも時代の認識を変えているようだ。今までの日本は武士が最高であった。が、これからの日本は武士だけではいかんねん。政治も軍事も商売も新しい学問を土台としていかなければ、欧米の先進国に越していけない。その指導者ともなるべき人物を養成するのが軸の精神だ。君は軸の精神を履き違えている。分かっております。分かっている。分かっているならなぜ軸則を違反するようなことをするんだ。己の天分を磨いて国家の組織ともなるべく人物になるんだ。今は大事な時なんだ。おい、始まったぞ。いよいよ戦争が始まったぞ。始まった。どこだ。上野の将棋隊に官軍の総攻撃だ。大村益次郎、夕べのうちに上野の山を囲んで今日の夜明け6カ所から攻め始めた。どうしてもいいか。止めてくれんな。鮫島、私は武士の家に生まれたんだ。武士とは武を持って立つ人間だ。それがこの大切な時に人たちも触れるかと思うと勉強する気も起こらんのだ。許してくれ。じゃあ早く行け。ありがとう。いよいよ戦争が始まったらしい。徳川の学校は全て閉鎖され、世間も学校を顧みていられなくなってきている。この時にあたって今日読んでいるのはこの慶応義塾ただ一つ、少年の座らん者はそれがいい。私はこの戦争はたとえ1年続こうとも、また軸が戦火のために焼け伏せようとも断じて火業はやめん。私たち学徒は学問の日を守らずて誰が守る。我々には日本の文明を守る重大なる責任がある。
だな。こっち来て渡なさい。戦争で皆は逃げ出しちゃったらしいんで。何も遠慮はいりません。旦那、やっぱり会津いらっしゃる。うん、そうだろうと思いましたよ。上野の処理隊も残念なことでございましたね。何も隠さなくてもいいでしょ。あっしは江戸っ子だ。徳川様のご恩は忘れない人間です。さやかてんするな。わしが会津へ行くのは白川の官軍に加わるためだ。へえ、何ですって。そうですかい。そんなら何も。旦那、実は私もね、あゆ征伐の官軍に使ってもらって一働きする気です。あっしは江戸のケチな博打ですから。何しろこのご時世じゃ、ただ行ったところで使っちゃくれねえと思って、みちみち将棋隊の中道を見つけ、とんしょい知らせて証明を書いてもらってるんです。どうも、すっかりお見それしやしてすみません。お呼びになるまでしばらくお邪魔したいのです。どうぞ。旦那どちら。うん、あいつも日本まで3年ぶりでご協力ありがとうございます。出ろ。会津を守るために、官軍と戦うために日本町へ参られるか。私は3年前に国を出て、今日大阪の辺をうろついていた。会津政党のことを聞いて、せめて不その地だけでも大尉に戻らせたくないと思って、道州を解きに来たが遅かったのです。日本町は奥羽諸藩の同盟に加わって賊となった。しかし、私はまだ望みは捨ててはおりません。そうですか。2、8本はここへやっておくれ。それから西側の切り跡にはヒノキを植えるから、その用意をさせるんだよ。え、承知いたしました。お嬢様、この騒ぎの中でそんなことしても。だって騒ぎだってお約束だってお米を作っているんだろ。ええ、作らなければならないからやってるんじゃないか。それはまあそうでございますけれども。そんなら山の木だって同じじゃないか。切ってしまえばなくなる。あとは30年も50年も経たなければできないんだからね。たとえ私たちが滅びたとしても、後々の人に役立つことは残しておきたいと思う。おけ。まあお兄様。おお、若旦那。よ、まあ、お帰りなさいまし。おけ。大したことをやるようになったな。仕方がないでしょ。お兄様は家をお出になったきりお帰りにならないし、お父様はお年寄り、弟は小さい。うん、お前は山も畑もみんな指図していたのか。お嬢様は大変でございますよ。お旦那様はいつもおけんが男ならとおっしゃいましてな。うん、お父様はご無事か。はい、ご無事はご無事でございますが、何しろお年がお年でな。東北諸藩の言い分はみんな父上と同じです。しかし
それはあまりにも世界の体制を知らなすぎると言って過言ではないと思います。隙あらばと日本を狙う英米仏の強国に対して日本の自衛策はただ一つ、すなわち一国としての強い団結より他に道はないのです。しかし決起の者が官軍参謀セラ修造を切って王を列藩の苦行を着た今となってはどうすることもできん。この上は重大の訓言に報いるため城を枕に一切によく滅びるのだ。父上、同じ滅びるならなぜ大義のために滅びないのです。他人はどうであれ、私は今年で増水一家だけでも近畿に手向かうことはやめていただきたいのです。お兄様、増水の家は今こそ豪子ですが、昔は由緒ある立派な武士でした。武士が殿に忠義を尽くさずに何で生きられましょう。庄次郎、今は殿に忠よりも国に忠でなければいかんのだ。国に忠とは偽官軍に降伏することでしょうか。お前は今の…お兄様、この土地では百姓までが農兵となって命を投げ出しているんです。武士の作法を教え込まれた私たちに今それをやめようとおっしゃるのは無理でございましょう。ならないかもしれませんが、6月7月という時は百姓にとって一番大切な時なのです。百姓の道と殿様への道とどちらが大切でございましょう。脳は国の礎と申します。Thank you.
人生を頼るか、親兄弟さ、切り捨てる力がなかったよ。だが、これだけは覚えておいてもらいたい。僕の故郷は、最後まで国を思う心に変わりはなかったのだ。お互いに、苦しい時代に生まれ合わせたのだ。マスミズさん、シーンさん、このインド、君にあげる。傷薬だ。ありがとう。元気で働いてる。マスミズさん、手にかかって死ぬ。皆様、腹切っておしまい。どうぞ、早くお逃げなさいませ。早くお逃げなさいませ。あの、じいちゃんがお供いたします。お嬢様、お嬢様。まあ、お嬢さん、あんたまだ私のことお嬢様って呼ぶの？だってお嬢様ですもん。いいえ、私はこのうちの女中よ。すみません。おけいさん、旦那様は？ああ、旦那様なら今。あ、旦那様。今、住み焼きのゴンゾンが看護の手を担ぎ込んでまいりました。何、看護の？それはお前、早速お手当てもそそがってはならんぞ。庄屋から厳しいご無礼じゃでな。気づきになりましたか？誰です？あ、動くとお傷に触ります。お静かになさいます。ここはどこです？あの、猪苗代の温泉宿でございます。あ、して、あんたは？はい、手伝いの土地の娘でございます。このうちはどんなおつもりで私の手当てをされるのです？ご安心なさいませ。この村は庄屋様はじめ村方一党官軍方でございます。
どうぞごゆっくりご養生なさいます。はあ、お傷は急所を外れているそうでございます。ありがとう。お嬢様、お圭様。はい。お父さん帰ってまいりました。裏でお待ちしております。お手紙は確かに若松にお届けいたしました。お喜びなさいませ。この噂は大層会津軍の役に立ったそうにございます。また使いを頼むよ。はい。それから富江様はご無事でくれぐれもよろしくとのことでございます。そしてスネル様はまだ上海とやらからお帰りがなく。では新しい武器は届かないっていうのかい？目の前に進んでいるこの尊い戦いに加わらなかったら武士の家に生まれた甲斐がないと思ったんだ。福沢先生の戒めを破って塾を飛び出したが一体何をしたろう。ろくな働きもしないうちにこのざまだ。でもそんなにイライラなさいましては。じっとしていられますか。今日は官軍があの村を通った。どこを攻めたと毎日噂を聞きながら一人では身動きもできぬこの口惜しさだ。何のためにこんなところまで来たのか。でも何も遊んでいてお怪我があったんではございませんでしょう。どうかなさいました。飯も食べたくないんです。あら、この印籠。印籠？印籠がどうしました？いいえ。おけいさん、あんたは細かいところに目の届く人だな。ただあまりご立派なお品なので。これは人にもらったのだ。まあ、実に立派な人だった。二本松の増水正一郎という人だが、自分の藩を朝敵にすまいと最後まで努力して、ついにはせめて親兄弟だけでも近畿に弓引かせまいとしたが入れられなかったのです。私はふとした知り合いだったが、二度目に出会ったのはその人の最後の時だった。実に見上げた最後だった。故郷に帰った努力も虚しく、立ち去ろうとした時はすでに乱戦だったのです。その中で乱暴な官兵が少年隊を切りまくるのを見かねて発砲したのだ。増水さんにとってこれほど残念なことはなかったろうと思う。その攻めを知るやその場に銃を投げて官軍の一斉射撃を受けたのだ。行き合わせた私を見ると、自分の藩はやむなく戦うが、国を思う心を扱った。苦しい時代だと言った。そしてこの印籠をくれて、働いてくれと言って死んだのです。おけいさん、どうしたのだ。どうしました、おけいさん。いい匂いだ。本当にいい匂いだ。
目が見えると思いもよらぬほど耳や鼻の感が良くなるものだな。そうですか。おけいさん。はい。あんたの身の上を当ててみようか。ええ、どうぞ。まず名前はおけいと言われる。次は年だ。18、いや19だな。まあそんなに見えますかしら。まだ見えないがそう思うんですよ。それから、それから、まあ、背がすらりと高い。どうしてお分かりになりますの？昨日隣の部屋で鴨居の棚のものを下女に取ってやられたな。あら、そんなことまで。それから、あんたは鉄大の土地の娘と言われたが、波の橋田女ではないな。武士の娘子に違いない。とんでもない。いや、確かにそうだ。立ち振る舞い、決してただの土地娘とは思えぬ。それに、あ、おけいさん、おけいさん。はい。おけいさん、この辺りは美しいだろうな。ええ、とても綺麗です。それが、それがもうすぐ見られるのだ。おけいさん、あと 2,3 日でこの包帯が取れるかと思うと嬉しくて昨夜も眠れなかった。そうでございましょう。私の幸せを考えてください。失ったと思った目が開く。何より大事、あんたの美しい顔が見られるのだ。いいえ、私をご覧になったらきっとがっかりなさいます。何を言われる。私の心の中にはあんたの顔が見えているのだ。そうおっしゃられると私どうしていいか。おけいさん、あんたは目くらの顔も知らないからそんなことを言われるが、本当によくわかるのだ。ああ、もうすぐ見られる。あんたが見られる。白い空が見られる。青々とした山が見られる。何もかも見えるのだ。旦那様、お喜びなさいませ。北条峠が破れましたぞ。何、北条峠が？はい、官軍がどんどん乗り越えているそうで。ダメです。越後打ちも破れました。それに進んできた敵の兵もみんな攻め込みました。町は大騒ぎでございます。それで富江様は？お武家様はみんなお城へお入りになりました。常里様の大砲も間に合わず、お武家様はお城を枕に打ち死にの覚悟だそうにございます。おしめぼ、おい、おしめぼ。お嬢様、お屋敷が焼き払われてしまいました。え、家が。その時佐吉さんは怪我をしました。私の財産をやっと逃げてまいりました。そして佐吉は？幸い命は助かりましたけれど、その他作兵衛さんは流れ玉に当たって死にます。お客さんは行方知れずになりました。
お嬢さん、今のありさまでは。でも、なんとかしなければみんな困るばかりだよ。それもそうでございますね。さあ、みんなで一緒に村へ帰ろう。お桐さん、北条討議が敗れた以上、私などに用はないのですか。今までのご親切も、ただ官軍の様子を知りたいだけのお気持ちでしたが、印籠はだいぶご就寝のようだ。差し上げてもいい。守るよりもあなたや兄のお考えの方が正しいのではないかと思うようになりました。それからの私は自分が分からないよ。おけいさん、ではやっぱりご親切を素直に考えてもいいのですか。私はまだ目が見えない。だが目の中には美しいあなたをいつも思い浮かべているのです。今では忘れることのできない人なんです。おけいちゃん、おけいちゃん、おけいちゃん、まだまだ目をつぶったままで。そーら、静かに開いてみなさい。あ、見える、目が見える。ありがとうございます。いや、どうです、クラクラッとするようなことはありませんか。いや、爽快です。よく見えます。あ、ご主人長い間のご厄介
ありがたく忘れません。いやいや、一向に至りませんで。あの、おけいさんは？おけいは今向こうへ行きましたが。お嬢様来ましたよ。お嬢様。お嬢様、こちらこちら。おけいさんが来なかったか。はい、あの、これをお渡しするようにって。で、どこ行ったんだ。どこ行ったかわからんのか。はい。何を始めるつもりなんでしょうか。ああ、ボアの木に茶の木らしいが、大変な数だな。鉄砲商人がこんなものを集めてどうするんですか。スネル様、スネル様、お願いします。ダメダメ、今そんなこと言う、ダメです。一人嫌になる、みんな嫌になる。ああ困ります。ああダメです。でもスネル様、私タキチ、私許します。スネル様。あ、お嬢様、私が話してみましょう。おけいさん、私、タキチ許します。あなた、話してください。おお、ミスター福田は、お待たせしました。これ、アメリカンエコノミカルヒストリーです。経済の歴史、きっとあなたの役に立ちます。お別れの印です。あ、ありがとう。サンキュー。スネルさん、あの外の人たち一体何をしてるんですか。あの人たち、会津の百姓です。戦争で困って百姓、アメリカで百姓します。コロニーです。コロニー、植民地ですな。そうです。あちらで桑の木作ります。蚕を飼う、糸をできます。お茶の木作ります。百姓たちみんな幸せです。おお、それはいいことを思い出しましたね。これは大変立派な植物、ありがとう。あなたの気に入って、私嬉しいです。では、いただいて帰ります。すまないことでございますが、考えてるうちにだんだん心細くなりやして。そりゃお前たちばかりじゃない、みんなも心細いんだよ。でも今になってそんなこと言い出したら、みんなの気持ちが迷うじゃないか。だけどアメリカといえば、ずっと文明の進んだ広い広い国だよ。そこへ行って広い土地を耕して、日本人の息を見せると思えば元気も出てくるじゃないか。それはそうでございますが、女房はどうしても嫌だと言い出しやしたし、わしも考えると何も日本を出て行かなくても。私は何も無理に進めるわけじゃないけど。タキチ、今になって何を言い出すで。
みんなで決心したことでねえだか。わしらみんな、マスミ様には大体お世話になってるだと。お嬢様のおっしゃることに間違いはねえだ。もうじき船が出る中に、何を言い出すで。ねえ、太吉。うちの田も山もなくなった今、お前どうする気だね。私はその方が心配なんだよ。お嬢様、すんません。私の心違いでした。私、なんだか赤ん坊ができたようで、心細くてこんなこと言いましたけど。まあ、赤ん坊が？へえ。そんなら何も心配ないじゃないか。向こうにはお医者さんもいるし、仲間の中にだって年寄りがいるよ。参ります。お前さん、お嬢様にまぶして勘弁していただくんだよ。お嬢様。いいんだよ、いいんだよ。安心をし。私は決してお前たちを見放しやしない。きっと幸せにしてみせるつもりだからね。お嬢様、つまらないご心配かけて、すまないことです。ああ、聞いてくれて俺たちも心強いと言うんだ。ああ、元気を出しな。飲むのは、私飲むのだね。ああ、来ましたな。この飲みで、海を越えて、遠い遠い外国に働きに行くんだからね。ああ、我々もうっかりしておられませんな。時代というものは、恐ろしい力で変わっていくもんだな。これからの日本は、ますます伸びていくぞ。まったくですな。あ、やべえ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 、なんだそれ。は、先生、シジミ平九郎です。シジミです。先生だと。福沢先生。俺はそんな人は知らねえよ。おい、シミ、先生にご挨拶しろ。立て、立ってご挨拶しろ。お前島。は。君は何か人違いをしちゃしないかね。この男の言う通り、私もその男を知らない。私の知っているシミは、もっともっと立派な男だった。おい、待て。おい、鮫島。は。いいから捨てておけ。は。骨の座らんやつは、ああいうことになるんだ。誰だい。兄貴、大事な仕事があるんだが、手を貸してもらえねえかな。なんで。スネルって言って鉄砲商人を知らないから。知らない。それがどうしたんだ。俺たちの親分がある人に頼まれて、スネルから鉄砲を買おうとしたんだ。やるのどうしても売られるんだ。どうしてもダメなら、最後は腕づくなんだ。その鉄砲を大倉組へ売る約束しました。そこのところ、一つお願いしたいのですが、もちろん大倉組よりもずっと高く高く買いますが。いや、それいけません。私、契約しました。契約、一番大切です。しかし、スネルさん、そこがご商売でしょう。いや、違います。商売、ビジネスに契約、一番大切です。それ破る野蛮人です。では、どうしてもダメだとおっしゃるのですか。いや、残念です。仕方ありません。早くお帰りなさい。軸にいる時のシジミとまるで人間が変わってしまっているんだ。僕はそれも分かるような気がする。しかしあのまま放っておいてはシジミという人間の頭が惜しいんだ。そうだ。
あれの英語の出来は全く素晴らしかったからな。なんとか叩き直してもう一度この軸へ帰らせたいのだ。しかし先生の教えに背いて飛び出したシジミを許されるかどうか。とにかく頼んでみようじゃないか。うん、そうだ、それがいい。うん、一刻も頼む。先生、お願いがございます。なんだ。先生、シジミをこの塾へ呼び戻すことをお許しください。僕たちはシジミを元の体にして勉強させてやりたいのです。シジミを？それはいかん。現代のように何もかも大きく変化していくこの時代に、こうして学問だけやっていることはよほどの努力が必要なんだ。今までも時代の認識が不足しているためにこの塾を飛び出した者もいる。まあそういった者の不幸は自業自得であって、そのこと自体が学問をする価値がないと言っているのし、学問とはそんな生優しいことじゃないのだから。しかし先生、シジミだけはそんな人間ではありません。私はどうしても見捨てたくないのです。そりゃあ君の単なる友情であって、それはいかん、捨てておきなさい。では時間だから授業を始める。はあ、亀島、君に横浜まで行ってもらおう。え、横浜へ？スネールへ届けてもらいたいものがあるんだ。先生、ありがとうございます。では頼んだよ。そう、はんねはんね。え、なんで？ここやだ。あ、はい、どうにしよう。いらないよ。ちょっとお願いだから、そんな危ないことだけは言わせてくれよ。余計なお世話だ。そりゃどうせ浅井みたいな女の言うことなんか聞いてはくれないだろうけど、でも私心配なんだ。もしかあんたが。何？どうしようとお目にかかりがあるかよ。
姉さんは何だい、やっぱり何かい、ケトアに関われてるのだい。シジミ様、私はそんな女ではございません。おめえ、俺は知ってんのか。存じております。どこであったっけ。ほんの一度お会いしただけですか。お分かりにはならないと思います。でもその自分のあなた様は立派な方でございます。なんというお変わりはでしょうか。かくまってもらった俺に聞かせようか。これも女家さ、俺の目に現れて散々惚れさせておいて姿を隠した女がいたんだ。会津の温泉場だった。その時が俺の一生のうちで一番生きがいのある時だったんだ。それからの俺はめちゃくちゃさ、未練のようだが未だに思い切れ、江戸から横浜へとひき逃げのようになってその人を探し去れてる。今じゃいい頃つきさ。その時俺はめくらだった。めくらの袋の中じゃ姉さんぐらい美しいと思っていたが、いや姉さんほどじゃなかったかもしれないけど、俺はたとえつまらねえ女でもその心のきれいなところに惚れ込んでいた。もしも今その方にお会いになったらどうなさいます。今さらしようがねえや。足は悪いには悪くなりすぎたよ。姉さんありがとうよ。本に切るで。仕方でらしいんだ。その前に踏んだ売りでんだが、どうしてもある場所も分からねえんだ。断る。俺は今何もしたくねえんだ。しじみ様、私はそんな女ではございません。俺は知ってんのか。存じております。あの女はどっかで会ったような気もするが思い出せねえ。どこの女さん。しょうがないね。また思い出してんだね。しじみさん、勉強出しなさいよ。うるさい。今さらしようがねえや。足は悪いには悪くなりすぎたよ。
顔色よくありません。もうアメリカ行く嫌になりましたか。いえ、そんなことございません。おお、そうですか。無理ありません。日本とも明日一日でさよならです。お出かけでございますか。大倉組へ使い行きました。ちょっと行ってきます。ごめんください。ちょっとお伺いいたしますが、こちらにしじみさんとおっしゃる方お見えになっておりませんでしょうか。しじみさん、しじみさんが…いないよ。お前さん誰だ。は、私は以前しじみ様と知り合いのものでございます。お前さん、そんな人ここにはいないよ。お帰り。でも確かにここへお出になるの見たんだけど。そりゃお酒を飲むところだもん。誰だって気をさ。だけどそんな人知らないよ。お住まいだけでも分かりませんでしょうか。しつこいね。いないからお帰りってんだ。仮に立って。私はその人をあんたに会わせやしないよ。お帰り。私遠いところへ参りますので、もう二度とお目にかかれないと思いまして、ちょっとお会いしたかったのです。ではどうぞよろしくお伝えくださいます。おあきさん、あの人誰です。どうしました。しじみさんの人ですか。
ケイちゃんがこの位置にいるはずだ。おケイちゃんはどこだ。ケイちゃん、うん、お嬢様、タキチ、お嬢様はどこ行ったか。お嬢様、ああお嬢様だ、あの船着き場にいられますだ。そうか。またお別れしなければならないのです。どうしてです。私を頼りにしてくれる百姓たちと一緒にこの海を越えてアメリカへ渡るのです。え、アメリカへ。はい、私のいとこが嫁いだスネルという方のお世話でアメリカに土地を求めて移住することになったのです。スネル、お会いするのがお別れの時とは思いませんでした。でもこれが私たちの運命かもしれません。おけいさん、行かないでくれ。今あんたに行かれたら僕はどうなるんだ。行かないでくれ。いえ、私は行かなければならないんです。私一人が残るわけにはいかないんです。百姓たちも私が行くならこそ来てくれたんです。そんなら僕も行かせてくれ。今離れたら二度と会いはしないのだ。行かせてくれ。行けません、しじみ様。私の知っているしじみ様はもっと違った方でした。今ここにおいでのお方は違ったお方です。だから連れて行ってください。僕はもがいているのだ。立ち直りたいのだ。しじみ様、私がいて立ち直れるならそれはまたいつか崩れるとはお思いになりませんか。それにもしあなたが本当に立ち直って立派なお仕事をなさる気なら日本を離れなくてはいけません。今の日本はあなたのような方をいくらでも求めているではございませんか。しじみ様、私はそれをお願いしようと思って先ほどあなたをお尋ねしたのです。その時はお会いできませんでしたが、お会いできない方が苦しませて済んだからです。全くスネルってやらの商店に呆れましてよ。どうしても口を割らないんですよ。ああ、いえ、今に値を上げるよ。何しろ鉄砲うまくさばいてその金を持ってアメリカとか行きなんだろうが、そうあと嫌がるだね。
今朝方大倉組からのお使いで出かけてまいりましたが。おかしいですな。大倉組の使いでしたら私より他に来るものはないはずです。いや、何か間違いでもあったんじゃないかしら。いい加減にしろ。何も金も出さねえってんじゃねえんだ。鉄砲売れたやつらもんがねえんだ。あるところ言えばいいんだ。よし、言わねえな。その気なんだ。スネルを消してやれ。何？スネルを消してやれよ。やろう。あんまり意気になって飲むぞ。何？消さねえなら俺が連れて行く。すみません、一言お私を許すと言ってください。
何を言うんだ、奥さん。俺はお前に礼を言いたいのだ。お前は俺の命の恩人だ。いいえ、私はいけない女です。黙っていたんです。何を黙ってたの。昨日女の方があなたを訪ねてここへ来ます。女の人が。しじみさん、早くその方のところに行ってあげて。おあきちゃん、すまない。さあ、もう大丈夫です。お帰りなさい。ありがとう。そしてアメリカで立派な日本人の村を作ってください。おあなたそれ知ってますか。ご成功を祈っております。ありがとう。あなた誰ですか。私忘れません。おけいさんに言ってください。しじみ平九郎はきっと立ち直ってみせます。そして遠い日本からおけいさんの成功を祈っておりますと。あなたどうしておけいさん知ってます。しじみさん、そう言ってくださればいいのです。さあ早くお帰りなさい。ありがとう。私きっとおけいさん言います。さあ早く帰るんだ。その青年きっと立ち直ると言いました。あなたよりもっともっと立派な仕事をすると言いました。今やっと目が覚めたんだ。頼む、先生にお詫びしてくれ。そうか、主人。そう聞いただけでも俺は嬉しいぞ。先生もきっと喜んで許してくださるよ。許すわけにはいかん。塾を無断で得たものは許すわけにはいかんね。
先生、心からお詫び申し上げます。お許しください。しじみを必ず元のしじみに立ち返ってみせます。しじみ個人のために宿の規律を乱すわけにはいかん。それはお断りする。おい鮫島、先だって森幽霊が日本で最初の雑誌を経営するのだが、誰か英語のできるものはないかと探していたよ。君に適任者があれば世話してやったからな。指示、今の言葉聞いた。うん、先生ありがとうございます。